アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋一茶です。令和6年9月15日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2024X3 リーグ第1節の1試合目となります。琉球ガーデンライオンズ対クラブアイランズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始11時30分キックオフ予定です。本日の鶴見緑地は、あいにく、曇り空そして雨の予報があります天候となりました。まだ残暑厳しい状況もありますので、湿度も高く非常に高温多湿の状況になっております。しかし、その雲のおかげで直射日光からは、遮られている状況にありまして、幾分かこの点が両チーム そのコンディショニング作りにおいて大きく影響するかもしれない、そのような状況になっております。その試合を、控えまして両チームウォームアップへ現在サイドラインで最終確認を行っております。両チームの簡単なご紹介をさせていただこうと思います。まずは本日はホームチームという形で、メインスタンド側に陣取っておりまして、チームカラーであるブルーをまとっていますのが琉球ガーディアンライオンズです。2020年に5人のメンバーが集まりまして結成しました日本最南端の X リーグ参戦チームとなっています。加入当時から、常にリーグを沸かせておりまして、優勝争いに絡んでくる、非常に優れた、奮戦ぶりを見せております。しかし実戦経験の乏しさからかなかなかその機会得られず、今シーズンが3シーズン目という形になってまいりますが、今季こそは優勝そして昇格とげんとこの鶴見緑地に進んでまいりました。さあその初戦果たして白星で飾ることができるでしょうか。その戦いぶり注目したい、琉球ガーディアンライオンズご紹介させていただきました。対しまして反対側バックスタンド側に陣取っておりますのが、本日はアウェーとしましてホワイトをまとっていますクラブアイランズです。こちらは、神戸にありますアパレルメーカーワールドを母体としました、かつてワールドアイランズとして X リーグに長く活躍しておりますチームです。現在はスポンサーが離れましてクラブチームとして、活動しておりますが、兵庫県芦屋市そして、鳴海浜で練習を重ねており、そのかつてから恵まれておりました練習環境を生かし、アメリカンフットボールをエンジョイすることをモットーに今シーズンも X リーグ参戦を、となっております。活動は主に SNS 等で非常に活況づいてチーム活性化させておりますチームですので、このチームにもぜひご注目ください。クラブアイランズのご紹介とさせていただきます。さあ先ほど、ご紹介をしております最中から、若干雨が降ってまいりました。天候が、よほどでない限りは配信は実行したいと思いますが、もし、不可能となりました場合は配信を中断させていただくことがございますので、何卒ご了承お願いしたいと思います。また本日は、私の方の不手際から、通常で行っております SNS での告知が欠けておりました。誠に申し訳ございません。協会の方からご覧いただく方々、また私の普段から解説しております私のブログの方から、この試合の方はライブ配信をご覧いただくことは可能になっておりますので、ぜひ皆様、いろんな方々にご推薦いただきまして、この試合をご観戦いただけますようご協力お願いしたいと思います。早速チャット内のメッセージありがとうございます。ジョシュ・ビーシー様メッセージありがとうございます。チワリオ RGL、琉球ガーディアンライオンズの略称である RGL のことから琉球の応援メッセージと冊子させていただきます。さあ今シーズン悲願の優勝そして X2 昇格なるでしょうか。注目の一戦となると思います。 OC 様メッセージありがとうございます。雨降ってなさそうですねのメッセージありがとうございます。ですが今先ほどから若干パラついてまいりました。できましたらこの程度の雨で済むことを期待したいと思いつつ、配信を本日は3試合やらせていただこうと思います。もし会場をお越しいただくことが可能でしたら、ぜひこれからもお越しいただければ幸いに思います。また、こちらの方のウェブ上からのご確認であれば、ぜひできましたら長くお付き合いいただければ幸いに思います。
昨シーズンの成績を簡単にご紹介させていただきます。昨シーズン X3 は、その上位層にあります X1 の改編ともなりまして非常に大きな改編期となりました。昨シーズンはその13チーム所属してありましたうちの6チームが昇格という形になりまして、今季はその残りました7チームの1リーグ制という形になっております。昨シーズンの成績はその2リーグ制の当時の成績という格好になっておりますが、琉球ガーデンライオンズは昨シーズンは1勝4敗という成績に終わりました。初戦、最初の段階から優勝候補勢との対戦ということもあり調子に乗り切れないままシーズンを終えてしまったという残念な格好になっております。しかし戦いぶり互角という点において力量十分というシーズンでもありました。クラブアイランズは、0勝5敗全敗という形で昨シーズンは終える形になっております。かつて2016-17年連覇してまいった当時のメンバーが大きく欠けまして再建期まだ続いているといったところにありますが、しかし今季こそはと再び陣を整えまして今シーズン挑んでくる格好をとっております。アヤ・エドワーズさんメッセージありがとうございます。 RGL 頑張れのメッセージ、こちらも琉球への応援メッセージですね、ありがとうございます。アツコ細川様 RGL90 高見沢君、頑張れというメッセージですね、こちらの方も、高見沢選手への、応援メッセージというふうに受け取らせていただきます。ちなみに高見沢選手は、今シーズン琉球ガーデンライオンズに宮古島シーホークスから移られているというふうに聞いております。背番号は、どうやら今シーズン50番を着用するようですので50番の選手高見沢選手ご注目いただきたいと思います。リーダージュン様のメッセージありがとうございます。頑張れ琉球、こちらも琉球ガーデンライオンズのメッセージ応援ありがとうございます。YouTube でこの試合をご覧いただいている方にお願いがございます。できる限り、忌憚なく、また相手に対する礼儀整った格好をお願いしたいところですが、メッセージチャット欄のメッセージをお願いしたいと思います。このチャット欄のメッセージの書き込みの量が、ご覧いただけていない方々へ YouTube が、この配信を斡旋するプログラムを働く、形になっております。また同様にもし配信内容が、お眼鏡かねますようでしたらいいねボタンもいただければ幸いです。これらの行為がすべて多くの方々にこの試合をご覧いただくきっかけ兆しになりますので何卒叶いましたらご協力をよろしくお願いしたいと思います。さあこれ、語らせていただいているうちに審判団フィールドに進みましてこれより試合開始の時を告げます。首脳陣招かれましてこれより試合開始です。令和6年9月15日場所は大阪鶴見緑地球技場にて 2024X3 リーグ第1節琉球ガーデンライオンズ対クラブアイランズの一戦まもなく行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームという形になります琉球ガーデンライオンズ。チームからブルーをまとっております。対しまして、ホワイトをまといまして本日はアウェーという形になりますのがクラブアイランズです。細川さんメッセージありがとうございます。はい、50万ご注目ください。シリリーさんのメッセージありがとうございます。ライブ配信ありがとうございますのメッセージありがとうございます。叶います限り本日も天候によりますが3試合なんとか配信できればと思っております。ぜひ皆様も、天候の方もお祈りいただければ幸いに思います。よろしくお願いいたします。クラブアイランズキックオフ、琉球ガーデンライオンズリターンで試合が始まります。本日の試合は1クォーター10分の静止形で行います。クライハードと飛び出して間もなく試合開始となります。
Just Breeze様のメッセージありがとうございます。 Go Offense、 そうですね、最初が琉球オフェンスになる可能性がこの状況は発生しております。さあその点におきましても注目していただければと思います。試合はクラブアイランドのキックオフで試合開始となります。キックオフしますのはクラブアイランド85番の寺崎、大阪体育大学出身。対しまして琉球はリターナーを2枚配置しております。20番もう1人ナンバー確認が、遅れておりますが、おそらく2番を着用しているかと思います。20番の選手は、抜き山です。阪南大学出身。そうですね、津波緑茶、リザインさんがメッセージありがとうございます。ちょっと通信環境が良くないのでこの点ご了承ください。さあ琉球リターンしまして29番、自陣35ヤード付近確保し、この位置から琉球の攻撃となります。ここでアメリカンフットボールの簡単な、紹介を動画でさせていただきます。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード横53ヤード、得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点。さあ協会の方で作成されました動画配信は後ほどさせていただきます。これより琉球の攻撃、琉球ファーストダウン10、ボールオン自陣36ヤードまずランプレーから入ります。ダニバック33番、ハンドオフから右オープンに展開しまして約8ヤードのゲイン。まず最初は琉球ランプレーから入りました。託されましたランニングバックは33番の藤本です。大阪経済大学出身、今季より琉球に加盟しました移籍のプレイヤーです。失礼しました、現在クロック止まっておりますのでこちらの方を調整させていただきます。琉球セカンドダウン32回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離3ヤード。さあ大きなゲインになっている。ロッカーは間に合うか、間に合っている。さあ壁ができている、どこまで行くか、タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。失礼いたしました、ペナルティ発生しておりません、タッチダウンです。琉球ここでランニングバック33番の回想によりまして見事先制点がありました。琉球ガーデンライオンズ6点獲得です。これよりトライフォーポイント。このキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ7点、クラブアイランズ0点。まず琉球ガーデンライオンズが先制点を挙げる形に成功となりました。ここで再び続けましたランプレーでランニングバック33番見事に相手のディフェンスを振り切り、一気に右往左往しながら素晴らしいカットバック切り、中央駆け抜けましてタッチダウン見事決めております。見事タッチダウン決めましたのは琉球ガーデンライオンズ33番藤本でした。大阪経済大学出身です。さあ先制しました琉球、今度はキックオフいたします。アメリカンフットボールは得点を上げた側がキックオフし試合再開となります。したがいまして失点したクラブアイランズは次の攻撃を得る格好になります。そのキックオフを琉球務めますのは先ほどから、応援メッセージありました50番高見沢です。明治学院大学出身のプレイヤーです。そして宮古島シーホークスのスタープレイヤーでもありました。さあこれに対してクラブアイランズはリターナー2枚構えましたが、このリターンどのようになるでしょうか。さあアイランズリターンに入ります。これは琉球ナイスタック。
イターナ10番右サイドラインが掲げましたが、ここで琉球が素晴らしいタックルションをして、クラブアイランズは自陣25ヤード付近からの攻撃という形になります。しかし攻撃権を得ましてクラブアイランズ反撃に入ります。さあ先制許しましたアイランズですが、この攻撃で取り返し状況を五分に戻すことができるでしょうか。アヤ・エドワーズ様、ジョシュ・ウィー様、メッセージありがとうございます。先ほどの立ち合いに対する称賛メッセージ、これは琉球にとって大きな励みになると思われます。さあクラブアイランズ攻撃に入ります。クラブアイランズ自陣23ヤードからファーストアンテン、さあ右サイドへのランプレー、まずオプションプレーのように左サイドに展開したランニングバックにピッチしまして、左オープン展開を図らせましたが、これを琉球素晴らしいディフェンス陣の対応しまして、このランニングバックを見事にタックルし仕留めました。タックルしましたのは8番でしょうか。素晴らしい対応を見せました、失礼しました、9番のですね、見事なタックルをしましたのは琉球9番の篠宮でした。琉球大学出身。パス不成功。今度はパスプレーに入りました。オフェンスは攻撃の開始展開を後方より一度だけ前パスを行うことができます。これによって前進を図りましたが、しかしこのパスコントロール乱れ、パス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元のチームを押され次の攻撃という形に変わります。従いまして、クラブアイランズサードダウン8の状況に変わります。さあこの8ヤード突破はなるでしょうか。クラブアイランズサードダウン8、ナイスプレッシャー、パス不成功。クォーターバック6番右にスプリントアウトし、ワイドレシーバーにパスを投じようといたしましたが、しかしここで琉球92番見事なプレッシャーをかけましてパス不成功としています。ダウン1つ失いフォースダウンに変わります。見事なプレッシャーをかけましたのはクラブアイランズ92番の、エルバイズ・ゲイブ、チームの、重鎮188センチ137キロの巨漢プレイヤーの見事なプレイヤー、プレーを見せました。クラブアイランズフォースダウン8、最後の状況でここでフォーメーションを変え、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしこれにより陣地挽回を図りますが、このパントはそれほど大きな距離を返すことができず、陣に脱することができませんでした。クラブアイランズ陣47ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして琉球ガーディアンライオンズに変わります。さあクラブアイランズ反撃のシリーズでしたが、しかし残念ながら攻撃権更新ならず、パントにより攻撃譲渡となりました。さあ琉球結果的に相手陣に入ったところから攻撃を開始する形になります。琉球このチャンス生かせるでしょうか。相手陣47ヤードから琉球ガーデンライオンズファーストアウト10。インターセプト、ターンオーバー。ここで大きなプレーが発生しました。クォーターバックが投じましたパス、レシーバーがこれをボールをジャッグルしました。そのマフして浮き上がったボールを、アイランズ7番が奪いまして、インターセプト成立かと思われましたが、しかしここでイエローフラッグが投じられております。さあここで反則が発生したという形でメッセージは、現在表示されておりますが、果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。
先ほどのプレーディフェンスの際に、クラブアイランズにパスインターフェアの反則がありました。前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害したという形の反則です。これによりましてディフェンスチーム15ヤードのペナルティを受けますので、結果的には自動的に攻撃権クラブ、琉球ガーデンライオンズ更新する格好になります。非常に大きなプレー発生したかと思いましたが、この時に反則があったという判定になりました。さあ、これによりまして琉球は攻撃継続となります。ボールは相手陣38ヤードにセットされました。この位置から琉球の攻撃という形で継続となります。琉球ファーストアンテン、ナイスゲイファースター。ここで琉球クォーターバックハンドオフェイからブーツレック、ハンドオフをしまして、その反対サイドに大きく返しまして、ボールを隠すように右オープンのランプを展開しました。これが相手のディフェンスの裏をかき大きなゲインになり攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファースター。見事なプレーを決めましたのは琉球クォーターバック7番の藤原です。千葉商科大学出身のプレイヤーです。さあ琉球相手陣15ヤードからファーストダウン10、さあトラブルが発生している、どうだ判定は、ターンオーバー、見事なビッグプレーが出ました。ここで琉球はランプレー重ねんという形でランを選択しましたが、ここでディフェンスラインが佐藤、相手のプレッシャーを与えまして、このプレーを失敗させまして、見事ファンブルを奪い攻撃権を奪取する形に成功しております。見事攻撃権を取り返す形に成功いたしましたクラブアイランズ。自陣深い位置ですが、自陣21ヤードからの攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10、パス不成功、パス不成功の判定です。ここでクォーターバック6番、中央縦上がりました、85番にパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスカバーあり、パス不成功になっています。前パス失敗のためセカンドダウンに変わります。ジャビッツ様メッセージありがとうございます。また太田選手メッセージありがとうございます。篠宮選手 今季も活躍しております。クラブアイランズセカンドダウン10、ボールオンは変わらず自陣21ヤードの位置にあります。さあトリッキーなフォーメーション、さあ面白いプレーを展開しました。アンバランスに選手を固めまして、その少なくなっております方向にランプレーを展開するという非常にトリッキーなランを展開いたしました。これにより手薄になったところをつかんという判断でしたが、しかしここでどうやら反則があった模様です。
しかしこの反則は取らずサードダウンという形になります。クラブアイランズサードダウン9。さあ現在攻撃苦しんでおりますクラブアイランズ、この距離突破できるでしょうか。パス不成功、ここでパスプレーを敢行しましたアイランズ。しかしここは琉球見事に対応しましてパス不成功に変え、フォースダウンに変えます。クラブアイランズフォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。さあ琉球リターンに行く、前が空いている、ブロッカーいる、リターナーここでキャッチしまして左オープン展開。29番一気に相手陣30ヤード付近を確保し、この位置で攻撃を終えます。攻守テイクオーバー変わりまして琉球の攻撃に変わります。素晴らしいリターン重ねるは琉球ガデアンライオンズ29番の中村です。城西大学出身。さあ琉球相手陣30ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。さあ壊した、止まるか、振り切る、タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。失礼しました、反則は発生しておりません。タッチダウンとなっている模様です。タッチダウン成立しまして6点追加となっています。ここでオフェンスに反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。5ヤードバッタリとなりましてトライ4ポイントやり直しとなります。さあ下がりましたがタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキック見事決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ14点、クラブアイランズ0点。琉球がさらにタッチダウン重ねまして得点を、追加する形になっております。チャットライン多くの方々メッセージありがとうございます。この配信は多くの方々のご支援にありまして、この配信は実現しております。今シーズンも X2X3 は西日本共同企画としましてこのネット配信によります、募金を行っております。多くの企業様そして個人様のご寄付によりましてこの配信は成り立っております。またこれらの資金がありまして私も遠方地の試合の配信を行うことが可能になります。ぜひアメリカンフットボールを多くの方々にご覧いただくためにもぜひご協力お願いしたいと思います。さあ琉球のキックオフ、キッカーは50番高見沢。さあアイランズリターンに入る、
右サイドラインにつきまして自陣20ヤード付近を確保しております。この位置からクラブアイランズの攻撃に変わります。ジョシー様、審判団 の、 そのメカニカルな部分に関しては確かに、そのリーグによってそして人員によって大きな差はあるかもしれません。しかしこれらによって試合は賄われております。ぜひその状況を鑑みいただきご声援をお願いしたいと思います。さあクラブアイランズ反撃に入ります。ボールオン自陣19ヤードからアイランズファーストダウン10。パス不成功、ナイスパスカット。まずアイランズパスプレーから入りました。右に展開したレシーバーにパスを投じましたがそのパスを琉球見事にパスカットしましてこのパスを防いでおります。見事なパスカットを決めましたのは琉球1番のデイブ・ビクター、中部商業高校出身の21歳のプレーヤーです。クラブアイランズセカンドダウン10。さあここでトラブルがありました。クォーターバックランニングバックにハンドオフしようとしましたがしかしコミュニケーション合わず結果的にボールを交代させる形になりました。約4ヤードロスとなりましてサードダウンに変わります。アメリカンフットボールは前進をゲイン交代をロスと表現します。ここでホイッスル、失礼しました。クロックが進んでおりましたがここで第1クォーター5分を切ったところになっております。ここでレフェリータイムアウトとなります。アメリカンフットボールはその日の天候状況を鑑みまして審判団事前に協議しクォーターの半分でウォーターブレイクを入れるシチュエーションがございます。本日はまだ残暑厳しい状況を増して天候的に非常に高温多湿という状況になりました。これらによりまして熱中症の危険が非常に高まっております。これを鑑みましてクォーターの半分でウォーターブレイクを取られる形になっております。お名前をちょっと読み上げられず申し訳ございません。電波状況が良くないですのというメッセージ誠に申し訳なく思います。鶴見緑地はどうやら、様々な電波が錯綜するためか電波環境が常に良くありません。このため配信がちょっと不安定になってしまいますが何卒、その点鑑みいただきましてご協力いただきたいと思います。できる限りこれらの試合は取り収めまして後ほどディレクターズカットをまたクォーター単位で、投稿させていただこうと考えておりますので何卒ご了承よろしくお願いいたします。さあウォーターブレイク解きまして試合再開。クラブアイランズサードダウン14。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーに行きましたクラブアイランズ。左サイドにいたレシーバーに目がけてパスを投じましたがそのパスを取りました琉球9番。9番見事インターセプトにより攻撃をダッシュし攻撃権取り返す形に成功しています。琉球ターンオーバーによりましてファーストダウン獲得です。見事インターセプトしましたのは琉球ガーデンライオンズ9番の篠宮でした。琉球大学出身のプレイヤーです。
小兵ながら素晴らしく俊敏なプレーヤー、今シーズンも活躍しております。さあ琉球相手陣7ヤードからのファーストダウン2ゴールに状況変わります。残り4回でエンドゾーンタッチダウンを狙います。パス不成功。ここで琉球タッチダウンパスを狙いました。内側に切れ込んだ1番にパス、しかしこの1パスをキャッチできずパス不成功、セカンドダウンに変わります。しかし琉球優位変わりません。相手陣7ヤードから琉球セカンドダウン2ゴール。さあ次のプレーはどう来るか。パスプレー、しかしナイスパスカット。ここで再びパスプレーでこのエンドゾーン突破を図りました琉球。しかしここはクラブアイランズディフェンス陣見事にパスカットし、このパス不正でおります。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。見事対応しましたのはクラブアイランズ4番のようです。4番は私の後輩になります、姫路独協大学出身毛利、チームの代表でもあります。さあサードダウン2ゴール。パス不成功。ここでクォーターバック7番左ロールアウトから相手をまくるように旋回しまして、ディフェンス振り切り、33番にパスを投じましたが、しかしその動きからかパスを乱し、パス不成功でフォースダウンに変わります。これは見事なプレッシャーを、アイランズかけました。さあアイランズフォースダウン2ゴールに変わります。ここでホイッスル。さあ琉球フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。さあ50番これを決めることができるでしょうか。キック成功、3点獲得。ここで琉球はキッカー50番高見沢のフィールドゴールで見事3点追加となりました。琉球ガーデンライオンズ17点、クラブアイランズ0点、そのリード17点と広がっております。宮古島シーオークスから今季移籍しまして、X リーグ参戦決めました高見沢、見事にフィールドゴール決めまして、そのチームに大きな貢献の足跡を残しております。さあそのフィールドゴールで加点しました琉球のキックオフで試合再開となります。に入ります。ここで素晴らしいブラッシャー。さあ反撃の糸口つかまんというキックオフリターンに入りましたアイランズ、しかしそれを見事に琉球カバーチーム見事に仕留めまして、クラブアイランズ自陣17ヤード付近からの攻撃となります。さあ勢いづく琉球に対してクラブアイランズどのようにして状況打開を図るでしょうか。ボールオンは自陣18ヤードの位置にセットされました。クラブアイランズファーストダウン10。
ここでホイッスル。ここでクラバーイランズ前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずはクラブアイランズ、ここで流れを断ち切ること、そして作戦を練り直すために一旦ここでタイムアウトを投入します。細川様、高見沢選手さすがのメッセージありがとうございます。ジョシビーさんはレッツゴー D というメッセージありがとうございます。琉球さらにディフェンスで勢いづけという非常に励、たくましいメッセージありがとうございます。まさに琉球勢いに乗っているというその序盤戦の状況になっております。さあ、それに対して策を講じましたアイランズ、その1回目のタイムアウトによって何らかの手を打つことができるでしょうか。試合再開です。自陣18ヤードからクラブアイランズファーストアンテン。パス不成功。まずパスから入りました。外へ展開していくワイドレシーバー85番にパスを投じましたが、しかしタイミング合わず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。アイランズとしては何としてもパスからその起点を見出したいといった形でそのプレーを展開しようとしているところですが、しかし琉球が見事に対応している感を見受けられます。さあ、突破口を見出すのは果たしてどのようなきっかけとなるでしょうか。クラブアイランズセカンドダウン10。ここでコミュニケーションミスが発生した模様です。クォーターバック、ランニングバックとタイミング合わず、やむなくキープに転じようとしましたが、プレーが崩れたためかロスになっています。ここでイエローフラッグが投じられております。オフェンスにイリーガルフォーメーション、不正な体型を用いたという反則が発生しました。5ヤードの抜体というところですが、これを琉球は取りません。プレーを成立させた格好にいたしまして、ダウン進め、サードダウンに変えます。クラブアイランズサードダウン13。インターセプト、ターンオーバー。琉球ここでそのパスを奪い取りました。インターセプトし攻撃権ダッシュとなっております。37番見事にこのパスをインターセプトし攻撃権を取り返し、琉球の攻撃に変わります。ターンオーバー、攻守変わりまして琉球に変わります。見事インターセプト決めたのは37番の王子、海城高校出身のプレイヤーです。さあ、王子のインターセプトにより再び有利な時間の攻撃に入ります琉球ガーディアンライオンズ。相手陣13ヤードから琉球ファーストダウン10。さあ、スピードに乗ったランプレー。ここで琉球はランニングバックに託してのスピードに乗って左オープンランを展開しました。キャリア、9番でしょうか、素晴らしいスピードに乗って約、8ヤードのゲインとなっております。託されました9番の篠宮だった模様です。琉球セカンドダウン2、ボールオン、ボールオンは相手陣の6ヤードの位置にあります。ナイスパスカット、パス不成功。
ここで琉球はパスプレーを選択しました。一気にタッチダウンを狙うというところでしたが、これはアイランズ見事にパスカットし防いでおります。さあサードダウンの状況に変わりますが、果たしてこの状況どのようなプレーがチョイスされるでしょうか。琉球サードダウン2、パス不成功。今度は奥へ走り込んだ28番にパスを投じましたが、このパスは不成功となっています。攻撃権を一つ失いフォースダウンに琉球変わります。さあ琉球フォースダウン2、さあどのような体型に変えるか。変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。さあ着実にリードを広げんとフィールドゴールチョイスした。このキック見事決まりまして3点獲得、フィールドゴール成功です。高見沢本日2つ目のフィールドゴール決めまして3点追加し、琉球ガダンライオンズ20点、クラブアイランズ0点と状況変わっております。着実に加点重ねる琉球ガダンロイズ、その優位を保たんと今からキックオフに入ります。さあアイランズなんとかこのシリーズで打開図りたいところですが、突破口を見出すことができるでしょうか。さあリターンに入った。リターン10番右サイドラインにはつきまして自陣25ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変えます。非常に厳しい状況、しかし果敢にリターン実施しておりますのがクラブアイランズ10番の北川です。関西学院高等学校出身のプレイヤーです。エイジ33、クラブアイランズ自陣25ヤードからファーストダウン10、ここでホイッスル。クラブアイランズここで前半2回目のタイムアウトを投入しました。これで2つ目のタイムアウト投入です。クラブアイランズとしては非常に厳しい試合展開になってしまっているというところでしょう。体力も大きく消耗している感があります。これらをなんとか維持せんとここでタイムアウトを投入しました。しかし第1クォーターの段階で2つ目のタイムアウト投入、果たしてこれはどのようにこの後の戦局に影響するでしょうか。タイムアウトを解けまして試合再開です。クラブアイランズファーストダウン10。さあ中央のランプレーいった。まずここは着実なランプレーを投入しました。密集点にランニングバックを取り込ませまして確実に約2ヤードほど獲得した格好になっています。
まずは手堅い一手からこのシリーズは入ります。託されましたのはランニング枠42番の山崎、滝川高校出身のチームのバイスキャプテンです。クラブアイランズセカンドダウン8、さあ再びランプ、今度もランニング枠42番に託しました。今度は右オープンをつきまして、約5ヤードほど獲得となっています。さあここで山崎にその突破口を見出さんとボールを託しております。このシリーズ更新なるでしょうか。琉球、クラブアイランズサーダウンスリーの状況です。ボールオンは自陣32ヤード、さあ3ヤード突破なるでしょうか。さあ三度ランいった、攻撃権更新ファースター、ここは山崎に3回目を投じまして、この攻撃シリーズ見事突破を果たしました。山崎なだれ込むように左オフタックル突破しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースター、まず最初の一つのくさびを打ちましたのはランニング枠42番の山崎でした。滝川高校出身。さあ一つ攻撃をフレッシュしまして、クラブアイランズ自陣37ヤードからのファースト安定に入ります。パス成功、クォーターバックロファン今度は10番にパスを投じまして、見事10番これをキャッチし約9ヤードのゲインとしています。さあこの攻撃シリーズ更新につながるようなキャッチを決めましたのは10番の北川でした。関西学院高等部出身の33歳のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、琉球ガーデンライオンズ20点、クラブアイランズ0点、琉球3ポゼッション近いリードを奪いまして第1クォーター終了。これより第2方向を変えまして第2クォーターに移ります。